皆さんこんにちは。ツコミインタビューへようこそ。今日は元アイドルタレント立川エビフライと話してます。立川エビフライは10年前に業界から引退して家族を作って今暮らしてます。立川さん、今日は本当に来てくれてありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。そして立川さん、今は幸せですか？私は幸せなんですか？まあそうですね、まあ、引退してすぐに結婚して、子供2人産んだんですけど、その後にまた離婚して、今ね、お金なくて一人として子育てしようとしてるんですけど、まあ毎日辛くてお金なくて、まあ、正直子育ちには自信はないんですけど、まあ幸せですね。やっぱり幸せっていうのはほら、みんないろんな形があるんですよね。行きたかった海外旅行は全然行けてないし、私個人的の夢はほぼ全部捨ててきたんですけど、まあ毎日いろいろあって、でもやっぱり私は幸せなんですよ。はいね、子供たちはギャーギャーうるさいし、子供たちの顔を見るためにそのクソ元旦那のことを思い出すし、大変っていうかまあでもそれでやっぱりね、幸せっていろんな形があるんですよ。で、いや、まあなんでかんで言っても私幸せなんですよ。はい、今の生活では一切不満ないですよ。ほらね、文句言ったら自分の子供たちを否定してるようなもんですからね。ね、今子供いるし、今は幸せなんですよ。はい、そこの君、お前も幸せなのか？幸せなのか？日本は幸せっていう言葉があるから、他の国より自分は幸せなのかって考えてしまう国でもあるかもしれないですよ。テレビの番組とかドラマとか映画なんとかに、幸せですとか幸せなのかっていう質問よく出るし、自分が幸せかそうでないか結構気にしてる人もいると思うんですよ。でもゴードは自分はあんまり、自分は幸せなのかあんまり気にしたことないですよあんま考えたことないですよ。はい、でまあ、さっきね、今日は自転車乗りながらいろいろ考えてたんだけど、気にしない方が幸せかもしれないと思い始めた。で、これはなんか幸せですとか、なんか幸せに暮らしてるとか、なんかそう言ってる人たちをあくまでバカにしたいわけじゃないからね。ただ、幸せへのその見方、その新しい視線、新しい視線、新しい視線、早口言葉やな。新しい視線を見せられたらいいかなと思ってこの動画作りました。で、よくテレビとかドラマとかでよく聞かれるのは、まあいろいろあるんですけど、やっぱり今のでは幸せですとか、やっぱり幸せっていろんな形があるんですよとか、そういうセリフよく聞くんですけど、ある程度は言い訳とかに聞こえますよ。いろいろあるけど幸せっていうのは今の人生では不満があるんだけど、まあこれで満足してる、なんかこれでいいかっていう気持ちで毎日続けてる。そして幸せっていろんな形があるんですよっていう人は、多分昔の自分が想像してた幸せな人生と違う人生になっちゃって、そんなセリフを言い出すようになってるよ。私はあんまり自分が幸せかどうか考えない理由は、まあゲームで例えるのはちょっと申し訳ないんだけど、ゲーム楽しくやって、例えばフォートナイト楽しくやって、ゲームの最中で強い敵と戦ってる時に、隣から人が、ゴード、お前それで幸せなのかって聞いてきたら、ええってなるじゃん。いやいや、まあ今結構強い相手と苦戦中なんだけど、いきなりどうしたのみたいな。いやいや、今まあ戦ってるのが大変なんだけど、幸せとかそういうの話じゃない、勝ちたくてやってんだよってなるわけ。もう戦って苦戦してるなのに、なんかそれが楽しくて幸せとか、なんかそういう問題じゃなくなる。ちゃんと目標があって、思い切り目指してると、そのいちいち自分に問い合わせる必要もなくなるし、私も多分人生そんな風に今は生きてる。まあ結婚して子供が生まれて落ち着いて生活したら、まあ自分が幸せなのかってもうちょっと自分に問い合わせることになるかもしれないけど、なんかやりたいことを思い切りやってると、もう幸せとか幸せじゃないとかそういうのはどうでもよくなる。
もう楽しんでるから。この動画見て、なんか最近自分の人生には不満があるとか、なんか本当に自分はこれでいいのか、これで幸せっていうものなのですかみたいな、ちょっと考えてる人もいるかもしれないけど、幸せっていうのは退屈なものでもあり得る。幸せなんだけど退屈っていうのもあり得るから、幸せだけ目指したらあかんって、まあね、この動画なんか別にそのこれを伝えたいっていうのがなくて、頭の中で、なんか日本ではなんか幸せについて、人が幸せなのかについてなんか考えさせられるから動画にしたんですけど、そんなことをいちいち気にするより自分の中でたくさんな楽しい目標を決めて、思いっきりそれに向けて達成しようとすれば、気がついたら幸せの本当の形になってるかもしれない。そして皆さん、なんか自分が幸せなのかってもう気にしなくなるほど人生を楽しんでほしいんで、みんな頑張ってくださいね。じゃあね。え、なんだって？ツッコミゴードみたいなかっこいい人になりたいの？それなら一つの方法だけあるよ。ツッコミグッズを買うことですよ。今日から3ヶ月間このデザインを販売してますよ。そしてこのサイトでゴードの文字だけ使って自分のデザインもできるし、みんなちょっと試してみてください。9月の終わりに販売終了となるんで、みんな急いできてね。まあ3ヶ月間もあるから、ボードの新しいなデザインを見てきてね。